はい、どうも、勇者でございます。移動ありがとうございます。さあ、最終章になるかな？隠しマップとかそういうしょうもないことがなければ、ラストになると思います。経過報告しましょう。北海道、九州、無事にクリアしました。特にですね、ピンチなかったです。倒産もしてないし、ちょっと危なかったのが北海道の序盤かな。北海道の序盤が若干危なかったですけど、まあそれでも最終的にクリアは6年8ヶ月。で、九州も、6年と11ヶ月ですね。はい。もう最後の方は本当に余裕でずーっと見てた感じです。で、出ましたね。東京。あ、もうライバル店が3店舗ある。最初から。はい。クリア条件、都庁が来るまで。アバウトやな、おい。隠し条件ですね、これ。今までだと、数字だったんですけど、都庁が来るまでって言われてもな。これはまたちょっと難しいな。で、難易度が星4。ということは、絶対あるわ。もう一つあるでしょ？これクリアして多分ね、難易度5が出てくるんじゃないかと思うんですけど。まあいいや。とりあえず行きましょう。東京。楽しみです。非常に楽しみです。で、もう今までの僕の戦略、自分の知恵を総動員するんで、序盤、この1ヶ月が一番大事ですから、最初の一月が何よりも大事になって、てくるんで、ある程度ちょっと考えてやりますね。まずはね、まずは安い土地に建てて売る、建てて売るを繰り返します。この辺でいいかな。これ本店です。これ本店です。本店はもう売れないですからしょうがないですけど、いろいろ考えたんですよ。九州の時にちょっと思いついたことがあって、九州で一つちょっと失敗したのが、結構店舗数をあんまり立てずに行ってたんですよね、九州の場合。じゃあどうなったかというと、その後々に土地がもう半端なく値上がり、まあ、してくるじゃないですか、してくるんですよ。土地の値段がどんどん上がり、そのせいでそのもう全然その新規開店が途中からできなくなっちゃって、あれきつかったんですよね、結構。だから序盤でも安い土地を買い占めるぐらいの勢いで動こうかなと思います。ちなみにどれが本店？これかな。これが買収不可本店。買収できたらしてもいいですけどね。2700万か。このね、買収費用も、もう、年を追うごとに、鬼のとんでもない金額になっちゃうんで、これ2700万って多分安いですよ。行ったろかな？買収したろかな？買収しますわ。もう1店舗も多分そんなもの値段かな。よし。これでもうとりあえず確保したじゃないですか。はい。で、新店は立ち上げまくりますから。この辺か？こっちの方がいいか。ここら辺の方がいいか。高いね。ここがいいかな。で、安い物件。あ、これ一回売りますわ。これ一回売りますわ。これ一回販売目的で売ります。お、お、お。すでに店員さんが。ここはもう誰でもいい。一回売りますんでね。はい。で、新開店。
これで大きな店が作れるようになりました。ああでもちょっと待って、よく考えたら大きな店怖いか。どうしようかな。僕的には小さな店で、小さな店でもそれなりに売り上げ上がるということも分かってるんで、結構ね、僕の理想は中型店舗なんですよ。中型店舗を、まあ完全に自己流攻略ではあるんですけど、中型店舗を複数建てた方が、利益的に良かったんですよね。後のロスはありますよ。後で大型に戻すロスはめっちゃあるんですけど、どうかなーって感じですね。悩みどころではある。小型でコストを抑えるか、どうする。建て替えの時にね、建て替えの時に1800万、いいか、中型いきます。多分ね、こっちの方がね、なんやかんやでね、売り上げが上がりやすいんですよね。中型と大型もまあ差があるっちゃあるんですけど、その差が少ないですよ。でも小型と中型はかなり差がありますね。印象です。印象だけですけど。あ、滝口さんいた。この人いいですからね、この人は。この人入れておきましょう。あともう1店舗ぐらい回転できるかな。この辺行くか。ここら辺、あ、この辺行きたいですね。あー、いいっすね。ここいいっすね。ここいいですね。こっちでもいいな。ここ行こうか。これもちょっと小型しかできないんで。で、銀行からバッツリお金借りて、もちろん次も行きますよ。お酒とかの権利費が、権利費はかなり高いんで、ちょっとその辺節約してあんまり使わないでおこうと思います。あと価格設定ですね。どうしようかな。北海道の時はもう 5% オフ、一律 5% オフでやってました。それでいいか。マイナスはないね。あ、やばい。あっちやっとかないと。しまった、忘れてた。ちょっと待って、ほんとね、もう一月目もいろいろやらなあかんのですよ。マジでいろいろ忙しいですから、誘致もしておかないとダメですし、交番誘致しておいて、あるね。ここはあるね。ここもあるね。ここがないね。交番誘致もね、早めにやっとかないと、めっちゃ高くなるから、ここディズニーランドかな。この辺一店舗建てたいけど、あんまり家がないから怖いっちゃ怖いですね。一店舗建てたいから、先にもう誘致しておきましょうか。で、銀行で、借金しておく。あ、3000万までいけますね。これは美味しいな。はい。前回借りときますか。よし。で、やらないとダメなのが、24時間貸しないと。というか、店舗をまず内装変更しないと。あ、大型ですね。これよく見たら。うわ、美味しいなぁ。大型店舗か。大型店舗で土地込み。しかも、3つの権利付きで2700万。どう考えてもめちゃくちゃ安いです。超お得物件ですよ、これ。これは、やっぱり、確実に手に入れてよかったね。まあ、まあ、ちょっとラッキーですね。東京マップという多分難しいマップなんでしょうけど、こういう優しさを残しておいてくれたのはでかい。あれ？
買います。これも買えよう。内装は絶対僕の内装の方がいいと思いますので、ああでもこの内装もやっぱいいな。コンピューターの内装いいな。真ん中に僕通路をね作った方がいいのかなってちょっとだけ思ってた部分があったんですよ。確かにちょっと変えてみようかな。実はねここに真ん中に導線を一つ作った方がいいのかななんていうことを思ってたことがあって、ちょっとやってみます。これなんやろ、これ何、レトルトか。この台を売却して、これでレトルトを置いて真ん中を通れるようにしたいんですよ。これで真ん中通れます？邪魔やなこれ、邪魔っすね。これ何の棚や、これお菓子ですかね。これ売却してお菓子、ここにまあ薬を持ってきて、これどうすかね、これでどうすかね。悪くないと思うんですけどね、この真ん中に、真ん中通れるバージョン。これちょっと一つ保存しときますね。これ、この方が、この方が、まあお客さんの動き的には早い。あとはまあ店員の動き的にも早いと思うんで、ちょっとだけ改善しました。はい。で営業時間はもちろん24時間、で価格は 5% ん9から始まるから4、これかな。価格調整します。全店舗 5% オフで、もっと下げたら多分ライバル店に与えるインパクトは強くなるんだと思うんですけど、下げすぎたら結局こっちが倒産しちゃうっていう、まあ倒産というかマイナスがひどかったという経験をしまして、その過去の経験を生かしてこういう感じにしました。よし。ああ、さすが。もう、もともと既存の店舗は接客レベルがめちゃくちゃ高いですね。多分成長してるんでしょうね、みんな。一旦人気は地に落ちますから。どうなるかな、これ。変に買収しちゃったんで、その店舗に足を引っ張られちゃうようなことがあったらやばいですけどね。マジかー。結構車でお客さんが来店されるのかな。かなりプププいってますねこれ。あーマックスいってるわ。あこれまずいな。オッケーオッケー、すぐ修正させていただきますわ。しょうがないんでね。駐車場、ゲーム販売機、何これ、あれこんなんあったっけ、ゲーム販売機なんてあったっけ、何これ、新しいのが出てる、マジか。起きて、ゲーム販売機めっちゃ起きたい。
どっか置いてみましょうか。いらっしゃいませ。めっちゃ置きたいわ、そんな。ゲーム売るんですか。いらっしゃいませ。ちょっとゲーム販売機置きたいやんか。ちょっと置いてみましょうか。雑誌めっちゃ小さくなりましたけど、ゲーム販売機ってことは外にも置けんのかな。あれ、ちっちゃいな。外にはでも置けない。あら、えらいちっちゃいな。ちょっと待って。じゃあじゃあ大きい本棚入りますね。いいやん、ゲーム販売機。売り上げに貢献してくれそうな匂いがプンプンしますけど。ちょっとね、いつも普段だったらここでもう早送りしちゃうんですけど、ちょっとこういう話聞いた方がいいから。話聞きながらって、タバコやば、売れてもうてるよこれ。売り切れてもうてるけど大丈夫か。いや、お客さん激しいっすね。なんかこれ舐めてたらやばいぞ。売り切れたりしてる棚が出てきそうですね。今またこれね、店員レベルが低いんで、それも一つちょっとネックになってるんですよ。よし、待ってください。変更しますよ。タバコが売り切れたということを考えて、タバコ自販機をもう一つ置くんですけど、こんな感じで噴水をうまく使ってこうでいきましょうか。これでちょっとマシかな。さあ、ゲーム販売も入った最新型の店舗をちょっと保存しておきます。ちょっと未来型の、真ん中移動できるタイプの未来型店舗。全く新しい店舗です、これが。全く新しい形のコンビニが今できました。2号店ね。よし。で、ポイントは、あとはもう待ちなんですけど、何を待つかっていうと、基本的にはここですね。店舗評価を上げて、人気が下がらないようにしたい。ある程度に店舗レベル3か4ぐらいまで来たら、もう演歌歌手イベントとダイレクトメールだけで済むんで、ぐっと宣伝経費が抑えられます。でも逆に言うと、それまではキープできないんで、宣伝しまくらないと多分すぐに人気が落ちちゃいます。いいね、いいね。2号店いいじゃない、評判いいじゃない。2号店清掃レベルは最低ですけどね。なんでこんなことが起こんのって感じですね。接客レベルは高いのに清掃だけがひどいって。お金を借りたら、まあ土地を確保するっていうこともあるんで、店舗を、建てます。まあ土地を確保するっていうこと、あとは、教育を進めるっていうこと、その辺が一応ちょっと課題というか目標で、2号店がすごいな。2号店すごいですよ。3号と比べてすごいですよ。2号店大成功モデルじゃないですか。3号店も改装するか。ね、改装しましょうか。よりよく、よりよく。今やー。
いや、ちょっと待って、やめよう、やっぱやめよう。もうちょっと比べられるようにしよう。もうちょっと後にしましょう、回想は。比べましょう。よし。いや、2号店が調子いいよ。めちゃくちゃに調子いいよ。これちょっと2号店やばいな。もうちょっといい人を投入した方がいいですね。できるやつを投入しましょう。この溝口さんはね、多分かなり仕事できる人なんで、頑張ってもらいましょう。うわ、2号店すげえわ。マジですごい。途中でね、おじいちゃん店長はね、もうすげ替えた方がいいと思うんですよ。レジ最速。あ、びっくりした。950万かと思った。6号店交番などを近くに誘致して。はいはいはい。はい。借り入れた。町役場がやってきた。うわぁ、初月度からプラスですわ。清掃が行き届きません。それはしょうがないです。大体課題は見えてきましたね。誘致はまあ行ってますんで問題ないと思います。ということで新店立ち上げます。小型で、勝負する店舗ではないので、ある程度街が熟成してから考えましょう。この辺はプラマイゼロ、ビマイナスぐらいをキープしてくれたら僕としては御の字です。ここに関してはね。ちょっと雑魚いな、いいやつがいない。うわ、もういまいちすぎるな。ちょっといい人がいませんね。しょうがないね。よし、はい、これ OK でしょ。で、進展さらに上げます。この辺ですよね、多分50万、40万、ここかな。このちょっと内側入った方がいいかな。この辺かな。この辺行きましょうか。心の贅肉、中型行くか、小型で。なるべくちょっと運営資金を残したいです。初月度プラスになったのがかなり僕心の余裕になってますけど、まあそうは言ってもね、慎重に行くに越したことはないですから。ん？初めて見た。良さそうですね、ゆかりさん。良さげな人がいましたよ。ジェニファは微妙なんですよ。ジェニファとシザーマンは微妙。能力が上がらないんですよ。上がるのかもわかんないですけど、なんかすげえ時間がかかったんですよね。はい。回転していきます。回転ラッシュ。この辺ですかね。こっちかな？ライバル店のちょっと近くですけど、最終的にあそこも取るという体で。はい、酒も売りたいですけどね。酒にライセンスの700万がやっぱちょっと今は
もったいないので、極力、ミカちゃん、いいね、ミカちゃん。ミカちゃん、ゆかりちゃんだけ置いた店作りたいですね。そう、雑魚いな。いやー、雑魚い。いまいちすぎる。しょうがないか。後で微調整をします。店員の微調整も後。さあラスト、ラスト1店舗。やっぱバランス的にはここっすよね。ここ行きましょうか。よし、計画通りです。5000万残ってるんで、まあ大丈夫でしょう。倒産は大丈夫と思いますけど、おそらくね、マイナス500万とかを垂れ流すと思うんですね。多分ね、多分ね、垂れ流すと思うんですけど、ただ広告費とかのことも考えたら、もう作って奥に越したことは絶対ないんです。店員のレベルも上がりますしね。あとは人事を頻繁に見て、ちょっといい人に交換していきたい。こいつこいつ、こういうね、いい人が雇えたらもう変えていくって感じで。いいやついないですね。何回でも人事は見た方がいいです。多分どうせ変わるんで。ある程度いいやつをピックできるまでは変えに変えてって感じで。ここを変えて教育者をある程度高い水準で持ってくる。もう一回見ます。もう一回見ます。こいつ嫌やな。もうでも大体出揃いましたか。大体出揃いましたね。よし。完璧です。完璧だと思います。現状では。これ以上ないです。あとは交番誘致したらもう終わりです。やることはない。もう2月の時点でほぼ自分的にはやりきったんで、もうやることないっす。あと交番誘致したらもう終わり。本当に2月の4日を待って誘致が多分終わってると思うんで、今候補地が、今の候補地にだんだん埋まっていくはずなので、いいですね、いいですね。2号店が凄まじいですね。人気ないな、我がコンビニは。まあそれも時間の問題ですよ。人気はこれだけ店舗があれば、いやでも来客数が来るんで。新聞広告、そしてダイレクトメールも入ります。で3日目には当選が飛びます。さあどんな感じ。ちょっと早送りしましょうか。2号店がもう素晴らしく牽引してくれてますね。よし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 、いいよ。
正直ね、あとね、分かったんですけど、大事なのはね、警備レベルではなく接客レベルです。警備レベルっていうのはね、簡単に水増しできるんですよ。誘致すればいいですから、本当に警察署を誘致すれば終わりなんですよ、警備レベルっていうのはね。2つ重なったりしてる地域だと一気にもう100近くまで持っていけるんで、そういうもんなんですよ。なんか単純なんですよね。だからまあ警備が下手くそでも何の問題もないというか、それは警察官に公的な権力にやっていただけばいいと。さあ、まあ2月はもう完璧に赤字だと思います。多分思いっきし赤字だと思います。もう分かってますからいいですけど、怖い。多分500万ぐらいかな。300万、うわ全然や。あ、余裕かも。全然っすわ。え、もっとね、もっと赤字だと思ったんです今。僕は思ってましたけど、返します。この1800万なんとかしましょう。車が来まくるとこ来まくらないとこっていうのがあるんですよね、多分ね。うわすごいな、やっぱここ間に合ってないな、清掃が。てかここももう補充が全く間に合ってないですね。2号店すごいな。ちょっと2号店ね、もうちょっと移転を集結させた方がいいかもしれない。ちょっと人事いじくりますわ。こいつじゃない方がいいな多分。滝口さんに変えて、ちょっとね、そこそこいい店員を投入したいんで、これでいこうか。ゆかりみかのこの女性さん、丹波ガラスで成長してくれると思うんで、序盤苦しいと思いますけど。汚ねえな、ここも汚ねえな。なんとかならんかよ。めちゃくちゃ汚いっすね店。全然汚い、汚れすぎやで。50万で。さあどんな感じかな。あー30分がっつり過ぎちゃったんで、じゃあここの3月終わりでストップさせてもらって動画移動します。